名古屋市営地下鉄東山線。東山線は、愛知県名古屋市中川区の高畑駅から同市、名東区の藤ヶ丘駅までを結ぶ、名古屋市営地下鉄の路線。正式名称は、名古屋市高速度鉄道第1号線。ラインカラーは黄色、中根色、ウィンザーイエローで、杉本健吉の提案による、旧車用、高電の車体色に由来する。すべての駅で、 マナコ、2011年2月11日に導入などの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。名古屋市で最初に開業した地下鉄路線であり、同市内を東西に横断し、都心部の名駅地区、地下鉄のほか JR 東海の新幹線、在来線、名鉄線、近鉄線、名古屋臨海高速鉄道の名古屋駅周辺と、 栄えって首都部を結んでいる。一社駅、上谷城駅間から藤ヶ丘駅までは地上区間で高架線となり、本郷駅藤ヶ丘駅間で東名高速道路をまたぐ。東端の藤ヶ丘駅では、愛知高速交通東部急流線、リニモに接続し、名古屋市営地下鉄の路線で唯一、名東区を通っている。名古屋駅伊勢は、 大交通をまっすぐ西へ進むルートにはなっておらず、北へ迂回して、亀島や本陣を経由し、中村公園駅園は、起点の高畑駅まで南北に路線が敷かれている。全体的に浅い場所を走っているが、1980年代に開業した高畑駅、中村公園駅間には15メートルを超え深さのホームを有する駅もある。名古屋市営地下鉄の中で、 最も利用者が多い路線であり、純利益額は、日本の公営地下鉄では長らく、大阪市営地下鉄御堂筋線に次ぐ、第2位だったが、2018年4月1日をもって、御堂筋線が、大阪市高速電気道、大阪メトロに移管され民営化されたため、公営地下鉄では、第1位となった、参照、日本の地下鉄、名古屋市街の中でも主要部を走るため利用者は、 非常に多く、朝ラッシュ時には約2分間隔、夕方ラッシュ時は約3分間隔で列車が走り、日本国内でも有数の高頻度運行路線である。名古屋駅栄駅間を中心に、車内は終日混雑しており、また、道志東部、元山駅藤ヶ丘駅間も住宅密集地のため、終日にわたって比較的混雑している。一方、 名古屋駅伊勢は JR 関西本線や近鉄名古屋線も発田駅、近鉄発田駅に停車すること、また都心からの直通バスが多く走っていることなどから比較的空いている。特に1980年代には最混雑区間である名古屋駅伏見駅間の混雑率が250%を超えていたが、1989年に今池駅まで、 バイパス路線の役割を担う桜通線が開業した後は180%程度まで落ち着いたその後も名城線の環状化桜通線の延伸などた路線の利便性の向上に伴って輸送量の減少が続き2010年度以降は混雑率が140%程度で推移している建設当時の名古屋市の財政事情により建設費を抑制するために トンネル断面を小さくして小型車両が用いられている。また、一社駅、上や白駅間から藤ヶ丘駅までは地下トンネルではなく高架線建設して建設費を抑制している。名古屋市営地下鉄で最初に開業した路線であるため、駅の雰囲気は全体的に古く桜通線などの新規建設路線と比べると、島式ホームが少ない。車両基地は、 両端の藤ヶ丘駅と高畑駅に存在する。当初は、井駅の東側や池下駅の北側にあった。2005年に開催された愛知万博を契機に、日本語のほか、在住者の多い英語、標準中国語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語、朝鮮語の敬語過国語による、車内放送が、名古屋駅発車時、藤ヶ丘業と到着時、高畑業、 富士ヶ丘駅到着時、そして富士ヶ丘駅停車中、高畑行に流れるようになり、万博閉幕後の現在も継続されている。このことは、名古屋市内で、地下鉄、名鉄などの主要駅や幹線道路沿いにご、過酷ご表示の案内の設置を進める先駆けとなった。使用されている接近メロディは、富士ヶ丘方面がドリーム、高畑方面がイエローラインである。 2015年9月から2016年2月にかけて、高畑駅から順次各駅に、可動式ホーム柵、ホームドアが設置され、藤ヶ丘駅を最後に全駅に設置が完了した。これに伴い2015年9月1日のダイヤ変更から、運転システムの ATO 化が行われたが、これと、ほぼ同時に、高畑駅藤ヶ丘駅間の所要時間が37分から40分と、 少し伸びている。そして2016年7月1日から高畑駅、亀島駅間と池下駅藤ヶ丘駅間の各区間でワンマン運転が開始された。亀島駅池下駅間は従来通り車掌が乗務していた。2017年7月1日からは全線区間でワンマン運転が開始されている。ホームドアは 女性専用車両が停車する位置のものは薄い黄色で、他は白色となっているが、一部駅の雰囲気に合わせ、女性専用車以外は異なった色で塗られていることも多い。また、線路側に掲出されている駅名表には各駅ごとに駅カラーを定めている。2018年現在、高畑駅以南港区方面は青波線。 富士ヶ丘駅伊藤長久手市方面はリニモがあるため、延伸計画は全く存在しないが、1960年代には延伸計画があり、その後様々な理由で中止になった。原則として全線投資の運転であるが、四十八は以下の通り区間運転となる、2016年現在。ダイヤは、平日が朝ら主時2分間隔、昼間時4から5分間隔。 夕ラッシュ時3分間隔、早朝、夜間約8分間隔、土曜、休日が朝夕4分間隔、昼間時4から5分間隔である。ただし、休日の昼から夕方までは平日より早く4分間隔になる。2004年の名城線環状化と同時に、東山線の列車も若干減便されたものの、昼間の運転間隔は最大でも5分間隔を維持している。 また、平日でも高等学校の夏休みや冬休みなど、長期休暇の場合は、休校期ダイヤとして、通学時間帯に若干減便される、お盆、年末年始期間中に実施される平日を含めた土、休日ダイヤとはいな。なお、終電、終電延長時に増発される二往復の列車を含む、に限り、境駅で停車時間を長く取る、早朝および深夜帯は、 車内アナウンスの広告や乗り換え案内は省略され、代わりに出口の閉鎖案内が流れるようになる。また、終電は発車の際の自動放送も、行き、最終電車と終電であることを強調するものになる。毎年の大晦日から正月三が日,日、1月1日から3日には昼間時5分間隔の年末年始ダイヤで運行され、大晦日から元旦までは、 終夜運転が行われる30分間隔の全線投資。1969年に藤ヶ丘駅、現藤ヶ丘駅まで延伸開業してから1982年に高畑駅まで開業するまでの間は星ヶ丘駅折り返しの列車も多く運転されていた1975年までは同駅折り返し列車の方が立ったが、それ以降、 星ヶ丘駅業は終電のみの運行となっている。なお、現在でも台風などによる地上区間の運転休止の場合、星ヶ丘駅で折り返しをしている。その際、同駅から藤ヶ丘駅までは、市バスによる代行運転が行われる。岩塚駅始発の電車は、線路工事等の都合上、2番ホーム、高畑駅方面のリバから発車する場合もある。現在のダイヤでは、 池下駅止まりの定期営業列車は存在しないが、夜間には、同駅からの始発列車へ送り込むため、藤川丘駅から池下駅へ、毎日一本定期回送列車が運行されており、同駅到着後、今池よりの引き上線にて、夜間開発する。高畑駅引き上線から高畑駅構内を経て、高畑車庫へ入庫する列車もダイヤ上は、定期回送列車として運行される。 金曜日及び休日の前日、お盆、年末年始、土曜日、日曜日、休日を除くに限り、終電を繰り下げている。この列車の運転は、2013年12月20日と27日の両金曜日に施行し、2014年7月4日より、本格実施に至った。なお、この増便が行われる日は、名古屋市 A バスのシニア1号系統のうち1本が、運休となる。 東山線は建築限界の関係で使用されている車両の大きさが小さいのが特徴である。車体長は十五点五メートル級、車体幅は二点五メートル級であり、東京メトロ銀座線の車両の大きさに近い寸法となっている。また、小断面化と軽量化のための工夫が随所に見られ、小型男性車輪、直角カルダン駆動、モノコック構造の車体、 床下機器のボディマウントなど、市電時代からのアイディアも取り入れた、新機軸が多数盛り込まれた。5000系統場前までの車両は、天井の低い室内での蛍光灯の墨配置、天井と幕板の接合部に配置や、網棚の非設置など、日本では他にあまり見られない特徴を持っている。また、2015年8月30日限りで5000型が、営業運転を終了したことにより、 名古屋市営地下鉄の路線の中で、鶴舞線を除いて、VVVF インバータ制御を搭載した車両に統一され、上、飯田線に次いで2番目に車椅子スペース設置率100%を達成した。東海地区で初めて女性専用車両が設定された路線でもある。東山線での設定は、藤ヶ丘方面行き車両の先頭から4両目、高畑方面行きでは、 戦闘から3両目である。2002年9月30日から、痴漢行為と迷惑行為防止を目的として、平日始発から9時までの時間帯一両を女性専用とし、翌2003年から本格的に実施された。その後、2008年6月2日からは17時から21時の時間帯にも設定、2015年4月からは終日設定となった。なお、 女性専用車両であることを示す黄色いステッカーを車体側面に重複し、駅では2008年6月2日の時間帯、拡大時より接近放送の最後に、ただいまの時間、女性専用ステッカーのある車両は、女性専用となっています。の放送がなされる。女性専用車両は、ホームドアとホーム上にもステッカーが貼られており、女性専用車両のホームドアは薄い黄色に、 設定されている。2015年9月1日のダイヤ変更から ATO による自動運転2016年7月1日からワンマン運転一部区間はツーマンが開始された。なお ATO による自動運転は1960年から1962年に名古屋駅栄町駅現栄駅間で本格テストを行ったことがある。 名古屋市営地下鉄東山線の輸送実績を書きに表す。今中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。名古屋駅伏見駅間に柳橋駅、仮称を設置する検討がされており、2027年の リニア中央新幹線開業に合わせて新駅を開業させたいとしている。なお、柳橋駅は東山線建設計画時から設置計画のあった未成駅であり、駅設置予定箇所の線路部分については、実際に柳橋構造物として工事も行われた。名古屋駅を起点に東 0K640M 地点から 0K795M 地点までの区間が、 柳橋構造物とされ、前後の区間が採石道床であるのに対し、この区間は駅と同様にコンクリート道床で建設されたほか、柱の太さや間隔が前後のトンネル部とは異なるなど、準備工事の跡が見られる。図面には、駅のおおよその形状や出入り口となる階段の位置、駅構造体の箱台断面図等が記載されているが、柳橋構造物として、 どこまでの工事が行われたのか、つまり、駅として使用できる空間が、地下に、すでに確保されているのかなどについては、公表されていない。柳橋駅設置予定場所にあたる西木通り西流、公園付近は、直上に、名古屋高速都心環状線名駅入り口が、設置されたり、名古屋市交通局の柳橋変電所が、西流公園地下に建設されたり、 鉄道建設用地として確保されていた二色通自体、交通の激しい幹線道路の一つに成長するなど、東山線建設時と比較すると、周囲の状況は大きく様変わりしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。